ハリソン・フォードはアメリカ合衆国の俳優である。1942年生まれで同性同盟の同国俳優、ハリソン・フォードとの血縁関係はない。ミズりリ州カンザスシティ生まれ。当初のキャリアは舞台俳優で、満20歳を迎える1904年初頭、ニューヨークブロードウェイのハドソン劇場の舞台に立ち、ランソン・エス・ヘイヒーに出演した記録がある。 1909年3月29日、舞台女優のベアトリス・プレンティスと結婚する。1915年秋にローリング・ストーンズで同じく、ブロードウェイのハリス劇場に立ったのが、舞台での最後の記録である。同年12月31日に公開された、ヘンリー・ W ・サベジ監督のサイレント映画エクスキューズ、目に出演し、映画界に転校する。1917年、 ユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニー参加に、前年設立のブルーバード映画で、ロイス・ウェバー監督の予言者にのみ主演し、同作は日本でも公開された。同年から、ジェシー・エル・ラスキー・フィーチャープレイカンパニーで、ビビアン・マーティン、コンスタンス・タル・マッチらの相手役を務め、1918年には、パラマウント映画に移籍している。以降も、ワンダ・ホーリー、ビーブ・ダニエルズ、ノーマタル・マッチ マリオン・デイビス、マリー・プレボーと多く主演女優の相手役を務める。1929年、レスリー・ピアス監督のハーハズバンド、エス・ウィメンで、主演のロイス・ウィルソンの相手役を務め、初めての陶器出演を果たす。同年、バイタフォン録音による作品ザ・フラッテリング・ワードに主演後は、しばらく映画出演から遠ざかる。1932年、3年ぶりにカムバックし、 フランク・アール・ストレイヤー監督のトーキー・ラブ・イン・ハイ、ディアに主演したが、最後まで、主演男優のまま、同作をもって48歳で引退した。1951年9月13日、不慮の交通事故に遭い、その負傷を感知せぬまま、1957年12月2日、カリフォルニア州ロサンゼルス郡ロサンゼルス市、ウッドランド・ヒルズで死去した。73歳ボー 道群グレンデールにあるホレストローンメモリアルパークに眠る。映画業界への貢献により、ロサンゼルス市内のハリウッド大通り6667番地にハリウッドウォークオブフェームの星を刻む。すべて出演作である。ありがとうございます。